東京お台場。2017年10月7日、ここで行われた D1 グランプリ最終ラウンドで、チーム東洋タイヤーズドリフトの藤野秀幸選手が自身初となるシリーズ優勝を果たしました。ドリフト競技の最高峰 D1 グランプリに参戦するプロのドリフトドライバーたちは、この地で開かれる開幕戦から各地で激闘を繰り広げ、再びこの地に戻りシリーズチャンピオンを目指します。そんなプロの世界に挑む学生たちがいました。2017年春、まだ肌寒さが残るこの時期にひときわ熱い声が響きます。でカバー外したら今度また外れる、チャッ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 チャ入る、うん、そう。関東工業自動車大学校、ここでは自動車整備士を目指す若者たちが日夜実践を通して技術を学んでいます。あ、まあ、ガチャガチャ当てんねや、はい、この日はドリフト侍こと今村隆弘指導のもと、ロータリーエンジンをバラしては組み立てるという訓練を続けていました。車の心臓であるエンジンのメンテナンスはピットクルーにはとても重要な仕事の一つ。これをいかに手早く行えるかがピットクルーには求められます。ここから整備士と本番の違いや。やっぱ失敗も挫折もあるし、そんなこともある中でやっぱりそういうことを耐えていく力も、学校以外にそういったものを学べることと、実際それ今度勝負って場所に出るんで、プロのそのワークスとか学生たちでそういうところに臨むっていうの、やっぱり夢あるじゃないですか。学校が終わっても彼らの作業は続きます。今村の経営する会社の一角にあるガレージに場所を移し、今回の参加車両マツダ RX7 FC3S の組み上げ作業を急ピッチで進めていました。 D1 グランプリ開幕戦まであと半月、まだまだ課題は山積み。まずは予選通過だぜ。2017年4月1日、いよいよ D1 グランプリが開幕しました。日本中から集まったプロのドリフトドライバーたちのピットが並ぶ中、学生たちはいました。眠そうな目をこすりながら作業しています。ロールバーに1ヶ月、1ヶ月かかったな。でそれが終わったのが3日前だよ。今日寝ましたか？寝てないです。もうずっと寝てないです、ね、学校より今頭使ってますね。車検の時刻を迎えましたがエンジンがかかりません。聞くと車体はなんとか形にはなったものの、配線に自信がなく、それが原因ではないかとのこと。実際やってみて本当にわからないことしかなくて、作業の進むスピードも遅く、本当に車両を作るっていうのが難しいんだなっていうのを実感しました。配線に手をつけたのがもうお台場の1週間前とかで、毎日侍さんのガレージに通ってたんですけど、ご覧の通り配線はすごいありさま、おまけにエンジンもかからない。当然これでは車検をパスできるはずもなく、非常にも開幕初戦は失格という結果に。それでもドリフト侍今村を走らせるため、学生たちは第2戦に向けて車検の締め切りギリギリまで調整を続けます。なんとか車検をクリアし、いざ練習走行に向かうもオイル漏れが発覚。再びピットへと戻ってくる FC3S を迎える学生たちに緊張が走ります。チーム東洋タイヤーズドリフトのエースドライバー川端雅人選手も心配そうに様子を見に来てくれました。学生たちにはどこからオイルが漏れているのか分かりません。川端選手が見つけました。どうやら破損している部品があったようです。結局練習走行ができないまま始まった予選。エンジンルームから異常な白煙が吹き出す FC3S を不安な気持ちでスタート地点へと送り出す学生たち。出走を目前にしての走行負荷、原因は配線ミス。エンジンかからない状態でもう車を押してるのが見えた時にもすごい悔しかったですね。やっぱりここ
までやってきてそこで止まるかっていう感じだったんで、せめて走ってコース一周でもできればと思ってたんですけど、悔しいっす、やっぱりめっちゃ悔しいっす。せめて走らせたかった、たとえ途中で止まったとしても。現実はドラマやアニメのようにうまくはいきません。お台場での戦いはこうして幕を閉じました。しかし D1 グランプリは始まったばかり。およそ3ヶ月後に第3戦が始まります。前回のお台場より完璧にするじゃないですかもう余裕2回目だったら彼らは分かってます。まあ細かいところは実際はあるかもしれないんですけど、前回のような未完成な状態ではないものの、自信はないようです。穴開いてないよ。学業との両立、プロでも厳しいこの状況にやはり疲労の色は隠せません。練習走行ができないまま予選へ。予選、すみません、敗退しました、はい、次は予選通過いきますよ、これ行くと思うんで。次こそは、そう思いながらも心のどこかに不安があるのか元気のない学生たち。第4戦は大阪に舞台を移し、お台場同様の特設コースで開かれました。改良と改善を繰り返し、エンジンや足回りも強化した FC3S。 第4戦目にしてやっと走れるマシンに仕上がり、予選通過を狙います。しかし加速がないな。前には進むが全くスピードが足りない。原因は一体何だったのでしょうか。結果的にドリフト自体は一応したんですが、コーナーの一番深くなるところでドライブシャフトって後ろの駆動をしているところのシャフトが今折れてるんですね。多分あの路面のギャップもあったと思うんですけど、多分異常な負荷がかかってしまったり、パワーもないんで。競技が始まるまで何が起こるかわからない。だからピットクルーは綿密なマシンの作り込みやメンテナンスはもちろんのこと、現場での急なアクシデントにも即座に対応できるよう万全の体制でレースに挑むのです。2017年8月、ドリフトの聖地恵比寿サーキット。実は予選敗退を繰り返した学生たちには最終戦に進むためのポイントがなく、この2戦で何としても予選を通過し、さらに単走で上位入賞をする必要があるのです。初日第5戦、天候はウェット、予選開始です。恵比寿名物の壁すれすれのドリフトを見せ、今村が走ります。しかし結果は予選敗退、いよいよ後がありません。恵比寿2日目、第6戦、これが最後のチャンス。予選を通過し単走で上位に入らないとお台場で走ることができません。車が70でも、ね、110ぐらい頑張って気持ちは行こうかっていう。しかし単走予選前に行った練習走行でまさかのクラッシュ。予選を走ることができるのか急いで車両をチェックします。なんとか予選には間に合いました。今までの鬱憤を晴らすかのような力強い走り。しかし結果はなんとGPS を使った計測器がエラーとなり測定不能。せっかく見せた走りがカウントされません。この後も懸命な走りを見せますが、
届かず意外にこう伸びないというはい、届かないね。第6戦予選走行を最後に彼らの長い挑戦は幕を閉じました。やっぱり彼らを僕はね、お台場の最終戦に何が何でも連れてきたかったですね。俺どういう顔をしてあいつらに合わせる、それがね一番心残りですよね。学生の自分たちとはもう動きがもう全然違ったんで、参考になるとかじゃなくても圧倒されたの一言でしたね。プロの世界は一つのミスも許されないんだなっていうのをすごく実感し、今の自分では到底力が及ばない、簡単には入っていけない世界なんだなっていうのをすごく実感しました。残念ながら悲願の本戦進出は果たせませんでしたが、学生たちはプロと同じフィールドに立ち、自分たちが作り上げたマシンを走らせることができました。よく彼は言ってます、学校で学ぶことも大切だけど、学校以外で学ぶことは侍さんのとこすごく多いですよね。でも一番いいのはその両方を知ってることが一番大切なんですよね。だから彼らはすごく得した1年だと思うんですよ。未知の世界へ挑む勇気、そして厳しい現実、D1 グランプリというプロの世界へ挑戦した経験は、彼らがこれから歩んでいく未来できっと役に立ってくれるはず。一つの夢をみんなで追いかけた学生たち、今度はそれぞれの夢を目指し挑み続けます。